っと女性ですね。はい。母へ。私の学生時代は毎日が地獄だった。父は当時住宅の1階で水商売、あなたは店の経営まで一人でしていた。父とのすれ違いの毎日、浮気相手との日常的なやり取り、4人の子供を一人で育てる苦しみがあなたをだんだんと壊していったのかもしれない。連日の暴力が次第にエスカレートし、殴る道具ははたきの柄から布団たたき、竹刀へと変わっていった。竹刀の先が割れ、ささくれが突き刺さるまで殴られた。私を殴る時のあなたはまるで野者、逃げ惑う私を追い詰めて気の済むまで殴り倒す。味噌汁を頭からかけられ、バリバリになった制服のまま中学校へ行く。いつだって体中あざだらけ。本気で語り合ってくれる友達などできるわけがない。それでも私にとっては学校だけがあなたから離れられる唯一の場所だった。食べさせてもらえないことも日常茶飯事。私は生ゴミを漁っていた。あの時の私は家畜だった。裸になれと言われればなった。早くこの世からいなくなってもらいたい。